ネルソン・ W ・オールドリッチはアメリカ合衆国の政治家。1881年から1911年までの30年間、アメリカ合衆国上院議員を務めた。上院議員として国政に大きな影響力を持ち、上院財政委員会の委員長を長く務めたことから、報道機関や一般市民からは国家の総支配人と呼ばれ、20世紀初めの10年における、 あらゆる関税政策と金融政策に影響を及ぼした。特に、オルドリッチが、エドワード・ブリーランド会員議員と共同起草し、1908年に制定されたオルドリッチイコール・ブリーランド法は、後の連邦準備制度設立に影響を与えた。他方、路面鉄道、砂糖、ゴム、銀行業などに投資し、財を成した。息子リチャード・オルドリッチは、院議員になり、 娘アビーは、ジョン・ロックフェラーの一人息子、ジョン・ロックフェラー・ジュニアと結婚している。アビーの子であり、ネルソンの孫であるネルソン・ロックフェラーは、ジェラルド・フォード大統領のもとで副大統領を務めている。ネルソン・オールドリッチは、ジョン・ウィンスロップ、ウィリアム・ウィッケンデン、ロジャー・ウィリアムズの血を引く家に生まれた。だがネルソンが生まれた文家は世代を重ねるうちに、没落していた。ネルソンの母は、 アビー・バージェス、父はアナイン・オルドリッチで工場労働者である。アメリカのオルドリッチへの始祖は17世紀にマサチューセッツ州面談に移民してきたジョージ・オルドリッチであり、このためオルドリッチファミリー協会とオルドリッチ一族の墓はかつて面談の一部であったマサチューセッツ州アクスブリッジにある。ロードアイランド州にある。 イーストグリーンウィッチアカデミーに入学したネルソンは、ロードアイランド州で育ち、やがて実業家、政治家として成功した。オルドリッチの一族からは、上院議員、副大統領をはじめた数の政治家が生まれ、米政界で一時代を築いた。プロビデンスにあるオルドリッチの家、アメリカの歴史建造物である。オルドリッチの最初の仕事は、州最大の食料雑貨店の店員であったが、 出世し共同経営者にまでなった。1866年10月9日に、裕福かつ生まれ育ちの良いアビーと結婚し、1877年には、議員になる前にもかかわらず、プロビデンス市議会議長とロードアイランド州会員の議長を務め州の政策に影響を及ぼすほどになっていた。1878年、ロードアイランド州の共和党幹部によって、 下院議員に推薦されたオレドリッチは1881年には上院議員に選出された。オレドリッチは共和党の有力議員として1881年から1911年まで上院議員を務め、1899年からは上院財政委員会の委員長の座にもついた。1906年、オレドリッチは所有していたロードアイランド路面鉄道株を JP モルガンの忠実なる協力者、チャールズ・サンガー・メレンが社長を務めるニューヨーク・ニューヘイブンハートフォード鉄道に売却した。1907年、JP モルガンはニッカーボッカー信託会社が破産状態にあるとの噂を公表した。後年の歴史家には、これは意図的な市場操作で1907年強行を招き、 モルガンによる銀行支配の優位性を強化するための行為であったと信ずる者もいる。この1907年の金融強行の影響を受けて、1908年、オルドリッチイコールブリーランド法が議会を通過し、国家金融委員会が設立され、オルドリッチが委員長となった。30冊もの報告書が出された後、同委員会でオルドリッチプランが策定され、 後の連邦準備制度の基礎が形作られた。1909年のペインイコールオールドリッチ関税法の共同起草者でも、あるオールドリッチは、美術品の制限的輸入関税を撤廃し、アメリカ人非常に高額な欧州の美術品を購入できるようになり、これは多くの主要な美術館の基礎となった。1909年、オールドリッチは、 連邦所得税を確立するための憲法修正案を提出したが、10年前に似たような案が出された時は、共産主義的だと述べていた。ニューワインイ・オールド・ボトルズ・タフトは、オルドリッチに進歩主義的考えを植え付けようとした。オルドリッチは、上院共和党議員総会の会長も務めている。上院議員時代には、上院財政委員会、対沿岸部輸送路委員会議事規則委員会、 コロンビア特別クイーン会などでも委員長を務めた。オレドリッチは欧州の国立銀行を視察し、イギリス、ドイツ、フランスはより進んだ中央銀行制度を持っているものと信ずるようになった。1910年11月に金融政策と銀行制度について話し合うため、ジョージア州の海岸沿いのジキル島にあるジキル島クラブで秘密会議を開いた。ポール・ウォーバーグ、 エイブラハム・リュー、ヘンリー・デイビソンら主要な銀行家や経済学者たちと共にアメリカに中央銀行を設立する計画を練った。1913年、ウッドロー・ウィルソンはオルドリッチの構想をもとにしたロバート・オーウェンとカーター・グラスの提出したオーウェン・グラス法案に署名した。1901年に娘のアビー・グリーン・オルドリッチがジョン・ロック・フェラージュニアと結婚。 その子で、ネルソンにちなんで名付けられたネルソン・ロックフェラーは、1960年、1964年、1968年と、共和党大統領候補を逃したが、ジェラルド・フォードが大統領になると、その副大統領に指名された。オレドリッチは、1915年4月16日、73歳で、死去し、ロードアイランド州プロビデンスのスワンポイント墓地に、 埋葬された。ありがとうございます。